皆さんこんばんは、ゆりです。はい、今日も、ブログに書いた、内容に関して YouTube でお話ししていこうと思います。今回は、こうやって公できちんと話すのは初めてなのですが、私は昔前十字靭帯を断裂したことがあって、私の場合こうアクションとかね、そういうトレーニング、体を動かすことを今こう仕事としてやらせてもらっているので、そこで10年経った今、膝はどんな状況なのかっていうのをね、なんかこうちょっとお伝えできればいいなと思いました。で、早速ですが、靭帯を切ったのは私が中学校1年生の時です。で、バスケットボール部に所属していたんですけど、そうですね、その試合中に、断裂しました。で、そこから手術してリハビリで8ヶ月ぐらいで、中2、完治したのは中2の終わりくらいでしたかね。で、そこでやっぱこうずっとなんか体を動かしたいなと思っていて、少林寺拳法をやり始めたんですけど、で、その少林寺拳法があったから今のこのアクションにつながっていると、私は勝手にこう思っているんですけど、少林寺をやっていたから、こうやって、役者俳優ってものを志した時に、そのなんか少林寺を活かせる活かせないかなと思って、で、アクションを身につけたいなと思うに至ったので、こうやってこうつながってきているなと。はい、でちょっと話はそれましたが、今膝はどんな状況かというと、私の場合はやっぱ結構ね、体を動かす、そんな激しい動きはしないにしろ、アクロバティックなことは私はできないので、アクションって言ってもやっても飛び蹴りとか飛び回し蹴りとか、そういうね、こうジャンプして着地とかね、こうグッとこう踏ん張るとか、そういう動きは多々ありますよね。そういうことをしているんですけど、じゃあ実際膝はどうかというと、使いすぎるとやっぱり痛くなってしまう。で、昔はね、いつの間にかなくなったんですけど、ずっともうこうやってこうキュッ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 ってこう膝をこう曲げて伸ばしてってやるたびに、なんかこうミキミキみたいな、ミシミシみたいな、ちょっと表現できない擬音のなんかね、音を立ててずっと鳴ってましたね。それはいつの間にかなくなりました。で、やっぱ正座が普通にできるんですけど、痛いなという感じです。これやっぱ10年経っても変わんないですね、一番ので、冬はなんか痛みますね。やっぱり冬は痛む。怪我したところとかをね、こう体って勝手にこうかばうと思うんですけど、右足の捻挫とかよくしやすいんですよね。だから多分やっぱ勝手にこう左の足を守ろうとしているのかなって私は思ってるんですけど、体の癖かなちょっと分かんないんですけどね。で、やっぱこう少し痛むと、ちょっと大丈夫かなみたいな不安はこうつきものだなと、この6点ぐらいです。で、数ヶ月前に飛び速度をした時に左膝でこう蹴ったんですけど、それをこうグッとこうグッて力を多分入れすぎて、で、ちょっとあれって なったんですよ。で、ちょっといつもとちょっと痛みも違うし、腫れてきて、これちょっとやばいんじゃないかと思ってこれまで少林寺拳法とかも何年もしてきたのに、結構初めてなぐらい、そうで10年ぶりぐらいに、その整形外科のね先生を紹介してもらって、東京で、で、診察をしてもらったんですけど、半月板損傷だったんですよ。で、
なぜかっていうと、その靭帯を断裂した時にする、まあ、再建手術っていうのをしたんですけど、その再建した靭帯がこう、まあ、緩んできている。まあ、それはね、10年も経ったらね、そりゃそうですよね。まあ、結構こうちょっと緩んできてしまっているせいで、まあ、こう半月板に負担がかかって、まあ、ちょっと損傷に至ったっていうことなんですけど、私の場合、体の特徴的に人よりこう関節が結構柔らかいということで、まあ、本来だったらその、まあ、靭帯をこうやってから、そう、すごかった。あのね、いや、それもお医者さんだから当然なんですけど、その数ヶ月前にね、その整形外科のお医者さんに見てもらった時に、あのこうよくね、診察の時にこうやるんですよ。膝をこうクククククってこう前後にこうやったりとか、ギュッ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 って横にこうずらしたりして、こうつな、なんていうの、緩みというか、靭帯がこうちゃんとしっかりしているかっていうのをね、確認することをやるんですけど、それをやった時に、あの、関節柔らかいよねって言って、いや、わかるんだと思って、それは当然ですよね。うん、まあ、そうすごいな。そうで、私の体の特徴が、まあ、そう、柔らかいから、本来ならその再建手術をする時に、まあ、その自分のね、体の一部分の組織を取って、こう、そう、靭帯としてこう移植するんですけど、それをこうちょっとギュッと、普通の人よりこうギュッとやるって言ってたかな、確か。で、プラスこう二重にして丈夫にするらしいんですけど、私の場合、それが腱というか、その移植に使ったものが一束みたいで、まあ、レントゲンを撮ってもらったんですけどね。あ、そうなのかみたいな。まあ、そんな感じで、そう。で、最後に、そう、なんでこれを書きたかったかっていうと、あの、私、これ靭帯を切ってしまう前に、そのバスケットボールの試合中に、一回、まだ切れる前にですよ。一回そのディフェンスグッてやった時に、なんかこう、ふっと力が抜けたんですよ。で、まあ、激痛も走ったし、で、力も入らなくなって、でも、そのままこう、一回こう、やばいと思って、こう、顧問の方を見てたんですけど、なんか、あ、メンバーチェンジしてくれないんだと思って、もうじゃあ試合はもう続いてるわけだから、私もやっぱ止まれないっていうね、なんかそういう、こう、無駄な責任感、責任を感じてやり続けてたんで、こうびっこ引きながら、こう、あの、みんなにこう追いつこうと思って、こう追いかけたりしていて、ディフェンスとか、あの、やっていたんですけど、でその時にちゃんとやめていれば、多分断裂には至らなかったんですけど、それでもこう出続けたっていう、まだ大丈夫だろうと、自分を騙してじゃないけど、多分大丈夫じゃなかったのに、うって、なんかそのやっぱね、場の空気に流されてしまうってことがやっぱり私はあったので、あの、もう過ぎたことは私は多分何一つ後悔とかはしていないんですけど、怪我だけじゃなくね、過去のことは、あの、後悔しても仕方がないですから。そうで、そう、このまだ大丈夫だっていうこの考えは、本当にこう無理をする場面も絶対必要だと思うんですけど、やっぱ体に関しては、あの、本当にダメな時はダメだって、こう自分できちんと冷静に判断できる能力ってやっぱり必要だなと私は思っていて、そこがやっぱり私は弱かったので、まあ、今もね、そういうことは多々ありますけど、なんかそういうことを今こうスポーツされている方とかに、あの、気をつけてほしいなと。その瞬間で、あの、きちんと判断できてやめてれば、大きな怪我にはつながらないかもしれないっていうことを
こうお伝えしたかったんですよ。やっぱりね、経験は経験としてこれ私勝手なね、勝手な考えですけど、もう家族とかにも心配かけたし、ただ自分としては経験として結果良かったっていうふうにその時も今も思ってるんですけど、やっぱり今ね、今この瞬間にもそれで怪我、これから人体の手術をするとか、手術が終わってリハビリしている方とか多分たくさんいて、でやっぱりね、その時はすごく辛いと思うので、それをこう防げるならね、防げた方がいいですもんねそうだからやっぱりこう自分の体は自分できちんと判断して守らなくちゃいけないっていうことを、いけないよねっていうことをはい、お話ししてみようかと思いました。はい、ということでちょっとなんかまとまってませんが、以上になります。はい、最後にこのアクションスタイルジムの、年末年始キャンペーンが始まっております。12月1日からで、はい、既存のお客様はもちろんのこと、新規のお客様にね、こうルーレットを回していただいて、まあ、その当たったマス分を割引させていただくというキャンペーンになっておりますので、ぜひ皆さん一緒に体を動かして、ね、年末とか忘年会とかでね、飲んだり食べたりがもう絶対ね、今までの日常生活よりはもう確実に増えると思うので、太らないようにとか、体型維持とかで、来年に向けてちょっとかっこよく、かっこいい体になるぞとか、まあいろんな理由で、はい、ぜひトレーニング受けてみてください。ということで、皆さん今日もご覧いただきありがとうございました。ゆりでした。